作ろう『百科事テンダラー』t h e 2年連続決勝進出など確かな実力を持つお笑いコンビテンダラーしかしその素顔は謎のベールに包まれていますそんなテンダラーをリスナーの皆さんにもっとよく知っていただくために2人が今までに出会った人や物を紹介して テンダラーだけのオリジナル百科事典を作るコーナーです。では、百科事典ダラーその7ページ目を開いてみましょう。百科事典ダラー第7ページ。ザアイスビールショー。 いやついにこのページを開くとき来イベントですよイベントのタイトルですよいやいやいやもうこれはまあ今日僕なんですけどもランズとかってわかりますよこのページのタイトルって開く時が来たかはい引き続きポンダさんにもはい天のページ目にありましたっけ僕のページにはちょっとあるんですよねまあ今日ポンダさんどうぞポンダさんが座ってるのを見たらずっと。 普通のコー,ラーででえるんですけどね <laughs> ちょっと追っていただいて <laughs>、はい、まああの「ザ・アイス・ビルショー」何、はい、やそれって初めてね、うん、聞いた方もおられると思うんですけどもまあ、えー、ポンタさんと僕と柳部さんが中心になってやってる笑いとダンスをまあ交えたうん、うん、まあエンターテインメントショーといっていいんではないでしょうか。いろんなお笑いのイベントある中でちょっとうん何、うん、やろ ちょっと色が違う普通のただただ笑うだけじゃないよみたいなのショーの部分も多いよ感動もさせるよお芝居もあるよみたいな感じですごい楽しいショーをやってるんですけどももともとはポンタさんが。 あのー、なんか急に飲んでる時に「<laughs> はい、俺踊りたいねん」ってなんか急に言い出したんですよ。ほんだらならか「そんな踊るようなイベントしますうん、うん、おおやろうや」で「イベントのタイトルどうします?で」でその時居酒屋で飲んでたんですけど、はい、ポンタさんってビール生ビールはそのまま飲まないんですよ。生ビールの中に絶対 あのアイスを入れるんですよ。<ー> <laughs> キャバクラのお姉ちゃんです、ねね、<laughs> キャバクラ飲みやすいらし、ねねはい席についてたで、イベントでまあ何でもいいけど、あほなまあそのビール見て、はい、あアイスビールにするみたいな。<laughs> えー、あじゃあそうしましょうか当初はアイスビールやったんですけども、はいはい、それを二三年続けた時に。うん ようやくアイスビールっていうイベントのたえって何のイベントかよう分からないねアイスビールやっとそれが2年目3年目ぐらいで俺らも気づいて「じゃあせめて賞つけましょう」ってなってザ・アイスビール賞」になったんですけどいい名前ですけどねなんかでもあそう言うた初めて聞いたねあれやからフィギュアスケートフィギュアスケートの中にやる なるほど、フィニッシュケイね、そうかそうかそうか、ゲストに出急に踊りたいって言い出したんですよ。そうなんですよ。元々は踊れる方なんですか？僕元々ね、あのフルーツ大統領いうグループ組んでまして、吉本入ってから、吉本の芸人同士集まって、あの天然素材の弟分みたいな感じでね、あの今でいう小屋とかね、あんなんとカウカウとダンス踊ってたんですよ。ああ、でも踊れる方。そうなんですよ。 いや踊れの経験があるああ踊ったことある方でたくさん,ん踊れるんかと思っちゃってまあそういうのもあってね、うんええ、で下地はあったんですよ。うん、で「テンダラ」のね,ね、うん、あのコントでね、はい、あのボアで踊る。 いあのこれはちょっと説明ですかコントなんですけど夜行バスに白川が乗って夜行バスやのにバスガイドおる俺がバスガイドおる夜行バスやからさっさと寝たいやん寝たいけどバスガイドがああだこうだ言ってなかなか寝られへんうっとうしいなみたいなあってじゃあ私今から皆さんのために一曲歌わせてもらいますみたいな「ええってええって寝たいねんから言うてじゃあボアの曲歌いますボん」の バレンティーかなんていう曲が流れ歌い出すんかなと思ったらあの口パクで「はい、いやもう口パックかい」みたいな <laughs> ただ単にボアの曲流してるだけやんけってなったら急にあるところから俺が満金で踊り出すの <laughs> ボアの PV 撮り完コピでほんだら袖から俺と同じ格好したバスガイドの <laughs> ダ,ンダ,ンダンサーが4人ぐらいボア出てきてそこで満金で踊って踊って踊って。 それではただいぶり出版しますいやもう降りるみたいなオチなんですよそれを見てくれたんですよそれ見てね俺もやりたい思いた憧れの人作ってしまった踊りたい方でしょめちゃめちゃ笑ったん途中から出てきてで俺もやりたいと思ってあんなキレキレででまあダイエットがてらいいのもやったんですけどね僕も太ってたからねまあまあまあその通りねあれを見てあちょっとダンスもう一回本格的にやりたいなみたいなことなったんですね そんなこんなでじゃあやろうやということで始めたんですよその「ザ・アイス・ピリション」のイベント自体回数で言うたらもう何十回20回やってるよねむちゃむちゃやってるんですよでまあまあイベントってねやればやるほど口コミでなんていうふうにて広がっていって最初は本当50人やったのが100人になってとか120人になってとかってまあまあなるじゃないですか。 まあ結構4年ぐらいやってるんですけども、これほど横ばいなイベント、<laughs> しかもお客さん入れ替わってるじゃんでしょ。<laughs> 入れ替わり、結構初めての客になしだったらね。そうそソフのファンでわかるけどそうそう、うん、入れ替わっての。毎回初めての入れ替わ新しい新しい客も苦しい。サテいけも降ろし。うまいことね。保ってるんですよね。も <laughs> でもそれでも1年に1回今では <laughs>、はい、あのランバーグランド開設。 いう800キャパですよ。ね、できるようになったんですよね。今年の夏もやりましたけども、まあ来年。見に来た人はね、みんな良かった言ってくれるんですよ。みんな良かった言ってくれるし。ほんまに。いや、私、本当に行きますよ。ほんまに。ですか、また。言ってください。まだ、あの、夏ですね、大体。夏やな。その辺もまだふわっとして。夏ぐらい夏やな。アイスビデオショー。 夏開催ちゃ連絡するかお願いしますもちろんだからねあのこのイベントで本当にねあのなんて言ったんやろうね結構ね元気出ると思うんですよね本当にねあの今までね小藪とかもね僕ま同期なんですけどようわからないライブやってんなお前みたいななんやねアイスビールってみたいな感じでずっと言われてたんですよ最初ははい。それが今年に入ってですよ なんかめちゃめちゃええライブやったみたいやなみたいなね。うん、あ<ー>まあ四年かかりましたけどね。四年かかった。あとんタムケンさんも。うん っちゃええライブらしいなってこう4年かかってようやくね最初は本当にねあのちょっとねまあ正直我々だけが楽しんでる部分ももしかしたら今振り返ってあったと思うんですよ。僕らが「空らしの水口」っていうね子がね「おもろい!」ってなってね「おもろいおもろい!」言うてて「よしアイスビールム出そうよしアイスビール巻く相てしょっぱな空シドの漫才で。 やろうやだか客からしたら「いや関係ないや」みたいな感じでめっちゃ笑うんちゃーんってなって幕開いてソラシろの漫才始まったらなんか <laughs> あ,あれと思ってだギブソンデがそこで一言「いやよく何かもともとこの感じやったんちゃうのそらしろが」みたいな「<laughs> あっしまった忘れてたお前らが勝手におもろい思っただけや」みたいな <laughs> <laughs> 実際おもろいねんけど、えー、そラシろは。 でも4年かかって年かかって広がってみんながいいっていうことはほんまにいいんですよ逆に。だから天童のマネージャーのね菅谷ちゃんっていう女子マネージャーの子も一生懸命やってくれるんですよ。っおろかたが アイスビデがダンスの稽古せなかやんかダンスパーって稽古をねしてたんですよある日あ稽古やと思ってパッて行ったらうちのマネージャーが踊ってたんですよ踊りだからポータスに振りを教えてたんですよだから助かるんですよそう。そんなマネージャーいないんですよキャストがね全員揃って練習できないで誰かに教えるときに伝える人がそう伝えてくれるんですよマネージャーが踊ってで実際舞台にも出たことあるんでね踊って すごいなんかえなんかダンサーの話を今日は聞かせていただいてるようなその時はほんま笑いましたけどねパって横向目で自分のマネージャーおるすいやめちゃくちゃいいライブなんでねいや楽しみやなふわっと夏ぜひともねなんかあのなんて言ったのね本当見たことのないようなショーだと思うんでねぜひとも見に来てほしいんですよね普通こういう風に言うたらそんな ザ・アイスクリショーが <laughs> 来年2月3日にとかなんかありそけどそれするんじゃないんですよただ単にいいライブをやってるよっていうことねちょっと分かってほしいなという,うでもちょっと楽しみがねやっぱりやればやるほどねやっぱダンスのレベルもね,ね上がってくるって思うでしょ思います僕らがまあポンダさんのダンス4年見続けてますけどまあ,まあ横ばい <laughs> <laughs> こちらも何かっていおぞちゃんに言う顔をでも思いはもうずっと言われから 思いだけは。ついてけへん、ダンス。思いだけ、思いでいってるね。体がね、やっぱり。もうついてけへん。けど、もう諦めとってほしいんですよ。こういうことも。それも伝えたいんですよ。僕みたいな中年でもダンス始めたんやぞと。はい。なるほどね。そうなんですよ。 でレディーガガやるちょうどパーってなった時にねレディーガガやるわどうはすごいってそれでパって見てたらうちで言うやろかもしれないレディーガが襲ってるんですよあれ客入ってけえめっちゃ面白いじゃないですかパニックや客パニックやもういやトークフェイス荒らたお前言こと言うなあれすごいあれすごいやりいじゃんそ面白いえまあぜひねまたやる時ははいはいはい見に来てほしいなと思いますね楽しみリオじゃ戻れるの 踊れ。なん踊れそうやもん。よう言われます。私常に姿勢がいいので、何踊っても妙に姿勢がいいです。な、あ、あ、なんかいけそうな。経験なし。びっくりしますよ。私踊ったら。あ、そう。笑う。よう笑われます。カチカチカチしてるの。カチカチです。ああ、カチカチっていか。社交ダンスだともしかしたらできるかもからね。あ、本当ですか。いや、ちょっとでもダンスやりたいんですよ。あのテンダラーさんと、あの知り合ったので。 私ダンスやろうって思ってますちょっと待ってオイラと知り合ってダンスやるただな。のまあまあ恥ずかしい何でしょまあまあ今吉本ダンス工場委員会だよねそうですよ北起人ですからね僕らはダンスワークショップ来てよわかりました私の人生にダンスという文字を初めてオオッッケケ k オッケ k 中も増えたと思いましたね次のアイスビルショーで片方にはマネージャー片方にはリョウちゃん踊ってたもんええやねわかりましたということで 参りまりしょうか「うん、百貨事典ドラ七7ページ目は「ザ・アイスビールショー」に決定いたします。どんどんということで「つくろう百貨事典ドラのコーナーでした。